か、そう、だから怪我したらセルキアつけてるでしょ。ああ、だからもう怪我したらとにかく安全な場所に逃げて、見つからん木の裏とか岩の裏とかに隠れてまず怪我直すっていうのが基本やね。はあ、はい、おっしゃ、わかった。じゃあそれ一番意識してみます。あとは左下見て誰かが釣られてて自分が行った方がいいのかなって思ったら救助行くとか。なるほどね。じゃあ救助行った時にまた鬼と鉢合わせた時は無理に救助しなかったりとか、その時は自分がむしろ引きつけて離れてあげて、他の人誰か今のうちに救助してあげてくれみたいな、おとりになってあげるっていう。わかりました。ただまあ多分この鬼ではそれはできないです。はい、なんだろう、誰だろう。はえーっつったマジでその最中みたいなやつだ今。はえー、これああ嫌いです。わかった。ああもうやだ、ああもうやだ、もうやだ。うん、あ続々と刺していくのおもろいなあ、ありがとうございます。いや、もうなんかごまりさんの反応でわかったこれはね、マオとマリオに刺さるんだよ、ね、俺も刺さるよ、嫌いやもんこれ、ほんま。めっちゃ嫌い、嫌い、ね、これがチームワーク整ってる相手やったらほんまに簡単に勝てんねんけど。あ、整っとるとでも思ってないよ。だったらっつったでしょ、タラレバの話やったでしょ。タラレバ。これはフルパンキー？俺。あ、フルパンキー。このハゲはフルパンキーさん、こんにちは。あ、見つかってんだ、それ。パンキーさん、パンキーさん、後ろ見て、後ろ。うわぁ、うわぁ、うわぁ、フレディーや！いいリアクションだな。すげぇ！エルム街見てんだな。見たことない。見たことない。見たことねえのか。こいつは、夢の中でしか行動できない鬼なので、寝かしてきます。今、マギさんこれ寝てます。だって周り変になってるでしょ。ほんまや。これ、悪魔がかかってる。ただ、起きてる時はだから攻撃を受けない。あ、そういうこと？攻撃を受けないんだけど、逆に見えない、フレディの姿が。うん、は？最強や。夢の中にいるから。でもなんか近づいた時変な歌聞こえたでしょ。いや、絶対聞いてなかったな、今。あ、いや、うん。会社にゲーム音は載ってるの、今。なんか、すんげえゲーム音聞こえないみたいな、めっちゃ怒られてなかった。あれは何？そう。ほんま、あれ多分あれかな。画面外の操作してた時かな。どうやろう、わからん。今聞こえてんのかな。今は聞こえてんのか。親だ。なんか時々俺攻撃してもファンキーさんがノーリアクションの時あるから、あ聞こえてないんじゃないかって気もするんだけど大丈夫大丈夫。あ、ランランか、ランランの歌だ。 それ本当は歌詞ついてんだけどな。へえ。なんか映画で出てくる数え歌みたいなやつ、なんかあの女の子2人出てくる時の歌。うーん、あ、なんかそれ見たわ。あの、そうなんか調べてる時に、おやだ、ワンツーフレーディーズみたいなやつ歌。うん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 、ああ多分なんか その権利関係で歌詞がついてない。ああなるほど、ね、ちょっともうファンキー直すわこいつ。そういうこと。直さへんから、ありがとう、体をありがとう、ありがとう直したよありがとう。これでもうついてこんでいいよ別にずっとついてくのやめて、ね、やめて今ちょっとファンキーとチェイス中ですやめて、見捨てないで、なんで離れてるの、意味わからん、なんでこれ直そう、直そうやめてよ。いいやんか。苦しいほど。あ、俺聞こえてる。聞こえてる。聞こえてる。聞こえてるよ、ファンキー。なんでそんなことすんの？あなたロッカー入るとこ今見てましたよなんでそんなロッカー入んねん、ワンキー。だから
ファンキーさん、あの、このブレーキって見えないからね、起きてるときは。今だから僕、真横にいたんですよ。そういうこと？目の前で入ったからびっくりした。目の前で俺とドラポンがあって思いながらスーッて入ってた今。ちょっともうマジか。困ったなこれ。いやーこれ困ったな。困ったよな。地下2か。地下2ですよ。地下2か。いやじゃ。地下2か。いやじゃ。いやで。連れてきたよ。いやいばが。すげえ。キツいやだいやだファン君とそっちの方が日当たり良さそうだね西日が差してて嫌な気分になるいやだ本当だっけ西日めっちゃ入ってきてる本当に嫌だもうすごいすごい突撃していた人地獄だ頑張れみんな地獄だ地獄だうわ暗い変な雰囲気変な雰囲気それね寝たらね起きれないのよファンキー守るぞ俺は俺はファンキーを守るぞありがとう本当に早く逃げようよしファンキーさんねあの寝たらうんとにかく発電機爆発させたりとかうんセルフケアを失敗したりとかとりあえずスキルチェックをミスれば起きれるうわーい多分絶対ずっと分かってないスキルチェックに失敗してくださいかしこま、うん、わあ。起きた起きてもしくは起きてる人に起こしてもらうかなどっちかあのね寝ちゃうとフレディから常に場所がバレちゃうのあなので早く起きないとどんなに逃げても場所がバレバレなのでいつか見つかります了解でかメンバー見ついてるなこれオブセッションがついてる気づかなかったああそうですよねそれはバレてますよねいいやったねえにゃおギャオこいつ一番どうしていいかわかんないよなうんえでももうなんかもう開き直って直すしかないよな正直ああ完全に読まれてた救助行ってるファンキーが怪我直してつってんだろ僕のケースが始まりましたあいつなんで直さへんねん捕まったマリオにありがとうありがとうあこれ現役か現役現役って何現役って発電機直ってたごめんごめん。ゲームどういうことで。よし。おい！ちょっとまああいつまたわしに向かって爆竹はささ。はささ。はささ。も知らない。爆竹はささ。待ってファンキー。ファンク起こして。大きい。やばい。やばい、あのどうもナイチンゲールと申します一人が救助、一人がファンキーの介護で全く発電機回れへん4人の役割がそれになってるダメだじゃあもうファンキーを殺せば解決ってことかそう痛い殺そう痛い痛いマン痛いマンよ痛いマンがいる。痛いマン。痛いマン。かな。え、今の間に合うのかマジか。あそこでやってんのか。寝とんな。寝てる。寝とんな。あ、俺元気だよ。やっぱスキルチェックけえへん。スキルチェックけえへん。マジか。スキルチェックメンバーは回復したくぅそういえばスキルチェック聞きづらいやつをつけてた気がするああなるほどうーあかんちょっと板倒しすぎやな無駄にうん
いつけねえ、全然追いつけねえ。チェイスすんなやめろ。あー、びっくりした。ギャース。あれ、あ、おぶしよし、にゃー、おーい。うわー、食らうか。くぅ、この一撃で起きろよな。フレディの一撃は特殊。いや、まあフレディの一撃は特殊なんやろうという。あれはあるけど。あ、なんかこれは普通に終わると終わる。あ、おお、今の当たらんか、よかった。いや、なんかこんな頼りないネア初めて見た。うん、あれどこ行った。やったやったやった。でもないか。ギャース、ギャース。やったじゃなかった、全然。いえー、赤いよー、痛い。パンキー、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 パンキー。なんで、なんで今倒れてる方にまっすぐ走っていってるけれど、あれはダメなんだよ、ほんと。え、あ、どうぞ、どうぞ。え、あっちに敵がいるんだ。なに、記憶喪失。ああ、めちゃくちゃ面白いな。ああ、面白いわ。誰かが吊るされてるってことは、それを吊るしてる鬼がそこにいるってことだから。ああ、そういうことか。うん、何してんの、マリオさん。なんやねこのドライト。ほんま。俺もチェイス上、マリオさん。わーい。こんな感じやったよ、さっきファンキー。あれどうなってんだ今。ん、どうなってんやろ。みんな向こうになった。どうした、どうした。どこに何がいるんだろう。ああ、そういうことです。連れてきたよ。ファンキーさんを無言で追いかけ続けたら、みんなのところに連れてきた。4人ぐらいいました今。あ、寝てるのがいい。落として。やべ、リメミーの俺がやばい、俺が寝てるわ、やばい。うん、しかも、うわー、やっちまった。しかもやな。大丈夫か、みんな。ダメだ。いや、フレディのノーワンキックついねって。リメミー言うほど発動しないでしょ。あ、そうか、ここや、はい、あそこか、なるほど。おっそ、交代だ。おっそ、関係ある。いや、起きてるからなと思って。うんうん、あー、なるほど。あ、そうそう、俺寝てるから。あー、もうダメだ、僕たちはもう死ぬんだ。あそこで強襲されたのがよくわかる。いい、そこ行ったないよ。いやー、あ、おファンキーさん、おファンキーさんが助けに行った。おファンキーさんが、お、珍しいこともある。うん、ちゃんと助けた、すげえ。ファンキーさん、終わりか、終わりか。ファンキーさん、だって黙りながら、あの、開いてないゲートにもう顔こすりつけながら、もう犬、犬みたいな。早く来て、早く来てよ、ご主人、ご主人。ファンキー起こして、私のこと起こして。あ、もういいけど、まあ、いや、もう、もう、いや、いや、よし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 、なんかぐちゃぐちゃや、最後ね、これ。ご主人。ハハ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 ハ